我は最果ての魔王ディープブリザードである。こたびは三つのセンスのうちの二つ目スタイルについて話をしていこうと思うぞ。スタイルというのは今回のことで言えば髪型のことを指し、キャラクターは髪型の細かな点一つで大きく印象が変わるということを皆に知ってもらえればと思っておるぞ。実際に例を見せながら進めていこう。まずはこちらの少女。前回の少女と同じようにボブヘアとなっておるが、髪型の形に注目してほしい。きっちり左右対称、つまり右左どちらも同じ形状となっている。これが悪いというわけではないが、このままでは髪型が非常に固く動きのない印象になってしまう。それを解消する方法をいくつか示すので見てみよう。このように前髪を左右対称ではなく多少乱すことでより自然な髪型に見えるのがわかるであろうか。サイドヘアや髪の後ろ部分は一切いじっておらぬが、前髪をこのように少しいじるだけで自然な感じになったのが見て取れるだろう。前髪は印象を大きく変えるもので、このように前髪を少し横に流して額を大きく見せることで以前よりも明るく活発なイメージを出すことができる。逆に前髪で顔を大きく隠せば控えめで内向的な印象を出すことができる。あまり重苦しすぎる印象にしたくない場合は前髪の透明度を調整してみると印象を和らげることができるぞ。では次に後ろ髪を変更してみてどのように印象が変わるのかを見ていこう。まずはこのボブヘア、特に後ろ髪は大きくいじらずとも良いものではあるが、少しだけニュアンスを加えるとより自然な感じに見えてくるぞ。ただやりすぎてしまうと寝癖がついたボサボサのヘアに見えてしまうことがあるので気をつけてほしい。ショートヘアは髪の毛が短くなることで毛先が外に跳ね、より一層元気な印象を与えることができる。ロングヘアはその逆で落ち着いた印象を与えることができる。ただ必要以上におとなしく見えてしまうため望まない印象になってしまうこともある。そういう時には前髪と同じように左右非対称で多少動きを入れてあげると落ち着いた印象の中に明るさや活発さを加えることができるであるぞ。アニメや漫画、ゲームなどで人気の髪型のツインテールもその髪の長さや形によって大きく印象が変わる。ツインテールを短くすることでショートヘアの時と似たような活発さを加えることもできる。どうだったであろうか。髪型一つとってもキャラクターを作る上でとても大事な要素が含まれていることが皆にも理解できたであろう。今回もダウンロード用のデータを概要欄に置いておるので自分なりの髪型を作ってみて、それがどのような効果を示すのかを考えてみると良いであろう。次回はアクセサリーをテーマに、よりキャラクターの魅力を増すための装飾品の身につけ方を教えよう。ではまた、最果ての地がウヌだと我を引き寄せるであろう。この絵にし忘れるでないぞ。ぬわあ、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 あ。